皆さんこんばんは。本日の撮影は、休日の土曜日の夜となります。今夜例によって晩酌をねいつも通り始めるんですけど、まあなんつうか4日ぶりの酒となります。ちょっと4日間ね禁酒してたんで、ちょっと自分へのご褒美じゃないんですけど、まあいつも通り酒とね美味しいつまみを作っていこうかなと思います。でまずね、今夜の晩酌じゃなくて明日用の明日の昼酒、昼飲みにちょっと食べようかなと思ってる、そのつまみね、これ新生姜なんですけどね、ベルクさんの、ベルクさんっていうか、まあ、高知県産ですね、いわゆる。で、ちょっとね、初めてこういうの買ってきました。で、これで何ができるかっていうと、まあ、炊き込みご飯、油揚げとしてね、入れてもいいし、書いてあったんですよね、新生姜のね、レシピね。あと、生姜を千切りにしてね、豚肉で巻いてね、焼いて食べると美味しいとか。あとね、今回ちょっとやってみたいのが、なんだっけな。いわゆるお寿司屋さんで出てくる、ガリってあるじゃないですか。ピンク色の。まあ、生姜なんですけどね。で、あれをちょっとね、作りたいと思います。いつも岩下の新生姜をね、自分好きで食ってるんですけどね、つまみとして。今回ちょっとね、自作で、岩下じゃない新生姜。要するにガリなんですけどね。要するに新生姜の甘酢漬けっていうんです。ちょっとね、作ってみたくなっちゃってね。今回ちょっとわざわざ買ってきて、今からね、これを作りたいと思います。で、沸騰したお湯に、ちょっと薄くスライスしたね、新生姜を入れて、2分くらい煮込みます。ちなみにね、こちらは、ちょっと細切りにした、豚バラに巻く用の、新生姜です。はい、こちら、茹で終わりました。ちょっと加熱しすぎたかな。なんか匂いがね、全部飛んでんですよね。いいのかな、これで。まあ、噛めば、生姜の香りがすると思うんですけど、次のステップいきます。砂糖 40g。甘酢漬けなんで、砂糖入れます。砂糖を入れて、で、ちょっと酒、鬼殺し。入れて、あと、お酢100ml。100ml 入れて、ちょっと火にかけて、ちょっと沸騰させます。で、こちらね、煮立てて、ある程度冷めたら、こちらね、フリージングパックに入れた新生姜の中に入れてね、漬け込みます。今日夜なんで、明日の昼過ぎ、昼下がりまでちょっとね、冷蔵庫で、寝かせておけば、まあ、結構な、味のしみしみになってると思うんでね。ちょっと嫌な予感がします。なんか全然新生姜のね、香りがね、しないというか、吹っ飛びました。さっきの煮すぎで。まあ、こんな感じ。こんな感じで冷蔵庫の中に、漬けときます。で、こちらが長ネギのね、長ネギ地獄。アントニオエノキ。エノキごっそりいっちゃいます。で、今夜の晩酌のつまみがこちら、豚バラと、長ナスとミスターオクラを使ってね、ちょっとやっていきます。かいわれ巻き巻きと。ちょっとこういうのに手間かかるんだけど、手間をかけた分、美味しく感じる。それが料理です。秘宝です。豚バラ肉がちょっと巻くネタ。巻く食材に対してちょっと足りなくなってきたんで、ちょっとね、ナスはちょっと置いといて、せっかく来たね、生姜、千切りをちょっと、優先的にこっちもね、手を出そうかなと思います。生姜の豚バラ巻きなんてものは、ちょっと、珍しいですね。いよいよ焼いていきます。熱したフライパンに油をひいて、でね、まず、ナス、生姜、あ、これ焼くときはうまく考えての、こう、で、ナス、で、オクラ、両面ね、軽く焼き目をつけます。で、両面ね、焼き色がついたら、一旦火を止めて、ちょっとね、さらに避けます。あで、全部避けたら、次に、一回ね、
フライパン火入れて、醤油、みりん、砂糖、ちょっと煮詰めます。で、煮詰まったら再び、戻します。で、戻して蓋を寄せましょう。ちょっと寄せます。もっと寄せる。で、蓋をして蒸すというかね、まあ、味をつけます。で、こちらの鍋にはね、ごま油入れて、の、あー、先抜きでちょっと甘いや、長ネギと地獄ネギ、ネギ炒めします。で、最終的に、ウェイパーをつけて、ね、味を整えます。そしてしんなりしてきたら、ウェイパーを入れすぎを禁物で、で、黒胡椒、というわけでできました。土曜日の休日の晩酌第1弾、長ネギのアントニオエノキ炒め。こちらが、長ナスと、新生姜の、細切りと、ミスターオクラの豚バラ巻き。いいですね。マジいいわ。良さそう。良さげ。で、酒は北の推し。これね、リピありですよ、ほんと。見かけたらね、絶対買ってほしい。こんな、この絵が一番いいな。じゃあ早速、4日ぶりのお酒、まず第1弾、第1発目はビール、本物のリアルビール。これ最初の一口目がたまらんのですよ。こうの方がいいかな。こうか。いや、こうだな。いや、いいや。あんまりいじるとドツボにはまるんで、これでいい。まずどうしよう。ミスターオクラの豚巻き。うん、うん、あ、うまい。もういっちゃいます。実にいい。そしてこちら、初めて作って、初めて食べる、あの新生姜のあれだやつ、豚バラ巻き。うん、うん、豚バラの、うん、肉の脂と、うん、うん、さっぱりのこの、うん、ちょっと辛めの、辛くないな。うん、清々しい新生姜の香りが、あ、すげえ合うわ。ナス、うん、ナスが吸ってる。最高。まだ土曜の夜は始まったばっかりなんでね、ゆっくり味わって。続いて、金宮のホッピーの追加ですね。で、こちらね、例の豚バラ巻きは、あの、ちょっとレンチンし直しました、残りをね。やっぱこういうのはね、あの、冷めても美味しいんだけど、やっぱり、ちょっと温かみのね、ある方が、美味しいんですよ。やっぱね、我ながら、ちょっと今回、本当にうまくいきました。味付けもね、この濃さもね、てりってり。うん、うん、ほら。
それでは待ちに待ったね。こちら、わかりますか皆さん。福のヒレ酒、3日間ね、たっぷり仕込みました。こちらね、福のヒレ酒、アスカンではなく、冷やすタイプ、冷やしバージョンをこれからいただきたいと思います。さあ、どんな味がするか。で。次のおつまみはこちらですね。はい、こんな感じでいただきたいと思います。もうね、福のヒレ酒ね、これ本当に黄金色っつうかね、いいですね。この本当熟成された熟成色っつうんですかね。これがもう最高です。これ本当に、冷やしバージョン初めてなんでね、どんな味わいするかちょっと楽しみです、これから。では、シースーと福のヒレ酒、冷やしバージョンでいきたいと思います。じゃ、とりあえずね、どうでしょう。寿司通は、中トロから行きましょう。寿司は裏切らねえな。ここで念願のこいつ福の冷やし、冷やし、ああいいな、味わい深い、まさに日本酒のご馳走というか飲みやすい、飲みやすくてすっきりしてるのに、このなんともいない旨味、味わいが最高、マジ最高です。じゃあこれ多分ブリかもしんない握りを、なんたる幸せ。はい、ごちそうさまでした。こちらね、非常に美味しかったんでね、この福のヒレ酒のこの焼きヒレ、これアスカン用の、アスカン用のもそうなんですけど、これね、冷凍保存したりね、すればね、あと2、3回は使えるというあれなんですよね。だからこれちょっとね、ラップして冷蔵庫に、しまっておきます。またね、活用できますからね、これね。こちら、お腹いっぱいになっちゃったんで、この3缶はちょっと冷凍保存してね、別の日にチンして食べます。はい、今回ちょっと初開けですけど、ライチのね、リキュール買ったんで、これを初開けして、初飲みします。どんな味がするでしょうかね。度数 20%。なんかこう、甘い香りがしますけど、度数20度なんで、飲みすぎに注意。あ、ライチの香りがふってきますね。あ、とろっとした感じの、いい感じで、落ち着いたリキュールですね。結構うまい。緊急臨時、植物成長記録動画ですね。今回こちらね、ボンベイサファイアというね、お酒のね、ジンなんですけど、その空き瓶をね、利用して、ちょっと植物をね、以前から育ててるんですけどね、こちらのグレープフルーツの種。以前のね、記録からちょっと比べると、すごいもう、なんだろう。成長してます。まあ、すごいって言っても、そんなに飛躍的じゃないんですけどね。あれから比べるとね、ほら、葉っぱが増えて、ね、緑もちょっとこう健康的な感じに、色鮮やかに、育ってますね。グレープフルーツとかね。で、こちらその隣がね、桜の盆栽なんですけど、これがね、こっからね、ちょっと雑草がね、ちょびっとこう、生えてきて、まあ、それちょっとね、ぶち抜かないでね、しばらく見守ってたんですよね。水やりながらね。そしたらこれがね、先っちょがね、どうも、何かに変身しそうな感じがして、ちょっとこれから成長が楽しみなんですよね。ちなみにこれが、今ね、すくすくと、来年の春に向けてね、またちょっと新たな成長を迎えている
桜のあれなんですけど、まあいい、そんなことでちょっとね、また後々ね、あの緊急臨時、成長記録動画をね、まあ、撮りたいと思います。はい、ただいまメンチカツを温め中でございます。でこちらは、刺身こんにゃく冷やし冷やし中です。はい、というわけで昼下がりの、午後2時26分ですね。日曜日、休日の昼下がりのみです。先ほど見せた映像はね、あのまあちょっと飲み食いばっかりだと運動不足になってね、太っちゃうんで、ちょっとダイエットの一環でジンギスカンの BG もねノリノリでやってます。あ、確かね、韓国で今ね話題のなんか15分1日やったら10キロ1週間で痩せるっていうやつ。まあそんなことないと思うんですけどね。ちょっと最初の部分だけあの繰り返し交互にねやってます。あそこの振り付けだったらね、あのなんとかダンスできるんで、あれをねずっと6分間ぐらいやってます。まあ いやそんなことはどうでもいいですね。で今回新キリン、やっぱフェイクビールに戻ります。これが原点。こちらちくわと先ほどのベルクさんのメンチカツ、からしとソースたっぷりで、サニーレタスで、これが、刺身こんにゃくですね。暑い、もう汗かきました。もうおじさんだから6分ダンスするともう汗だくです。この一杯がたまらなく最高ですね。あ、別にビールがこぼれなければもっと良かったんだけど。メンチカツ、うまい。続いて金宮のホッピーですね。本当に飲みたい時に飲んで寝たい時に飲む、そんな休日は最高の日和です。そしてこちら冷やしたキュウリに味噌つけて、味噌キュウ、あっつ、あの今部屋の温度が 29.5 度、あえて冷房をつけずに冷えたホッピーに、あーこれが最高。もう夏ですね。まだ6月の7日なんですけど、もう夏だ。今再放送してる、あの愛していると言ってくれってドラマなんですけどね、昔の、本当に昔のドラマなんで、あのすごい画質が劣化してるっていうかね、画質が悪いんですけど、でもそれをね全然悪いと思わせない、あのいい出来なんですよね、ドラマ自体が。うん、矢田亜希子が若いです。あ、時は高子も若いです。自分が年を取っただけです。これ、惣菜のザーサイ。うん。ザーサイは
ホッピーに合う。最高。みんな大好きかもしれないこちらの肉団子甘酢。はい、昼下がりのみ引き続き続きます。次はねこちらデバ桜。初めてねこのでかい瓶で買っちゃいました。冷酒ですね、デバ桜といえば。で、あとなんだこれ、終了ですね、ボイル終了と。で今回まだこの刺身と、これヒラメの昆布締めお刺身、こういうのがありました。珍しいですね。あとこれだ、これ新生姜をね、漬けた甘酢漬けガリ。お、いい感じのピンクに染まってますね。岩下じゃない新生姜、自作です。はい、昼下がりというかもう午後4時8分ですね。夕方に近いんですけど、あ、いい香りだ。デバ桜吟醸酒ね。あ、ほんといい香り。あー、いいなー。デバ桜。ちょっとどっちかわかんないけど。とりあえず。あー、いいわ。今回こちら。タコ刺しと、こちらのヒラメの昆布締め、珍しいですね、初めて食べます。でこれは自作のガリです。新生姜の、甘酢に、こちらが、試作惣菜のレトルトのね肉団子です。どれからいこうかなといったのはやっぱりタコ刺しでしょうね。やっぱり2は。うん、うん、なんつうか安定のうまさですね。でここで昆布締め、どうなんでしょう。うん、うん、あー、なんか油乗ってて、で昆布の味がしっかりしてて、これはうまいです。岩下の新生姜ではない自作の生姜。うん、んちょっと甘いかな。あの岩下の新生姜に近づけたかったんですけど、やっぱこれ、あ、でもね新生姜の香りがじわって広がる、辛みとかね香り、うん、これはこれで酒のつまみになります。うん、うん、どれもこれもうまい。あー、イレブンセブンの金のマルゲリータ、これをやっちゃいます。もういい感じじゃないですか。よし。はい、というわけで、ちょっとデバ桜終わっちゃったんで、先週飲んでたアルパカーネの赤、残りね、これを足して、こんな感じの絵でいきたいと思います。これがスモークのね、生ハムですけど、あとね、ベルクさんのきんぴらごぼう。野菜をね、まず。うん。そう、ピザを。あ、これ、割ってないんだよ。このまま食うしかないんだよ。うん。うん、あんまい、これうまいな、皮は、うん、皮もうまいし、なんだろう、
この素敵な絵は。ああ、うまい。これいいな。この組み合わせ。いいな。素晴らしい。